歩とも言える生きた伝説がよみがえる。キングギドラ KG 再生、その歴史の現場に立ち会うため、リューハールでは全スタッフ並びに関係者が集結。独占記者会見は沈黙と困惑に支配され、重々しいというよりもぎこちなくスタートした。キングギドラ。リューハール全米記者会見を始めさせていただきます。彼らが残したのは1枚のアルバム、1枚のシングル、1本のビデオ。彼らが残したのはシーンに対する強い影響力。今回の復活に関して、誰が言い出したかということと、その具体的な時期があったのかみたいなことについて、お三方にそろそろまたやりたいねみたいなのが 2,3 年前から話が出てて、俺のアルバムでハルマゲドンやって、その時から、形になりだして、リュアやろうかってとこで、ちょうどオアシスのアルバムがあるから、じゃあその中でまず1曲。2001年、 KG 復活の序章はこの一発で奏でられた。それぞれソロ活動されてきたと思いますが、都会の活動状況をどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか。ご存知の通り、ジブラがすごい、そのマスの部分でガーンと聞くのがあって、でそういうのを俺は横で見つつ、あ、こうやっていけばヒップホップもっといろんな人に伝わるなとか思ってたし、こうやることによってキングギドラをこうやって、その後やることがすごいやりやすくなるなと思ったから、いけいけみたいな感じで見てました。もともとだからキングギドラやってる時も、俺がこうコール&レスポンス取ったりとか、ライブではそういう役だったし、 KW は後ろでこうバシンと構えてメッセージをかますっていう役だったんで、そのまあ役割分担そのままで、まあそれがこうフィールドがキングギドラじゃなくて、ヒップホップシーンであったりミュージックシーンっていう、こう大きな舞台になっただけっていうことで、でオアシスとオアシスでやっぱりその、なんていうかな、自分のラッパーとしてのオアシスもかなりそのソロの中で出来上がっていったんで。子供たちを救え。 KG のリーダー、 KW 社員、幼児虐待から若者の性の乱れなど、社会意識の高いリリックを書き続ける。ヒップホップをマスに認知させ、良質の作品をチャートに供給し続けるジブラ、 KG の切り込み隊長。様々なアーティストのプロデュース、そしてついにソロ活動、ラッパーとしてのスキルも一級品、 DJ オアシス。この日の KG は30分遅れで到着。質問するもの、されるもの、探り合うようにして会見は進行。前回のキングギドラと大きな一番の違いっていうのは何かありますか。表現方法とかスタイルとかについてはずっとやってる分だった、引き出しも増えるし、そういうバラエティはもしかしたら前より飛んでるかもしれないけど、受けて残るような印象とかメッセージはなるべく変わらない。無駄なことをね、するつもりはないから。俺もう30歳だ。あんま無駄な時間も必要ないんで。かなり無駄じゃなさすぎることが詰まってる。よろしく、ジブラです。伝説化されることを拒んだ水首のカリスマ、ケージマ。多分俺らが思ってるよりも、ずっとヒップホップ聴いてる若いリスナーたち、リハールとか見てる人たちは、多分その最近売れてるラップ好きじゃないと思う、納得しないと思うんだ。そういうやつらがすごい俺らに期待してると思うし、
やっつけてくださいよみたいな、そういう声も聞かれるし。 KG のメジャー第1弾はシングル2枚同時リリースという離れ技。まずは復活を自ら祝うようなアンストッパブル。楽しかったね、単純にね。でやっぱスタッフとかの多さというか、なんだろうね、やっぱみんなもう本当、それこそ火薬の人とか、うん、メイクの人とか、すごいみんなプロで、そういうのの集まりだったから、自分にもいろいろ勉強になったことあったし、あえて今ここでキングギドラからこのヒップホップシーンに関して、例えば苦言を呈したりとか。実際売れてるやつだって俺らとあと 2,3 年ぐらいしか多分差ないと思うのね、出てきたの。だから年だとそんな離れてないし、25、6ぐらいと思うんだけど、そいつらがこう社会に対してやっぱ責任のあるような一言とか二言とか、そういうのが歌に全く聞かれないから、俺はやっぱそれはその大人としてヒップホップをやってる成熟した大人として責任感に欠けるなっていう、その精神性が物足りない。ヒップホップの真髄、メジャー各社争奪戦の末の再始動、3人の胸に去来するシーンへの不満。同じラッパーとして横並んで、俺はこんなことやってんだけどさって言った時に、お前何やってんのって言ったらとかさ、スケボーやってるとかさ、そんなん全然ちょっと違うなっていう。楽しみにしてる人たちはいっぱいいると思うから、それなりに納得いくものを作るつもりだけど、これを聞いた人は自分の耳でよく聞いて、何が本物で本物じゃないかっていうのを見分ける目を身につけてください。その場に怪我をしない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。しばらくしてまた食べる、しゃべる、食べる、動かない、動けない。チカチカタタ回る。動く。しばらくしてまた食べる。喋る。食べる。動かない。動けない。チカチカタタ回る。動く。6分の1ロンリーナイト。女の子もこの村井2人やった方がかっこいいと思います。これが生まれたきっかけというか、そのトラックのから受ける印象が、まあちょっと、なんていうの、コミカルであったり、ちょっと楽しかったりとかっていうことだったんで、それをまあギドラ的に用意するとどうなのかなっていうところで、まあピッチングだな。昔だったら、これはダメです、ああです、こうですってやってたことを楽しませながら、あ、ダメなんだって思うようにさせることがあったりとか、そういう、だからエンターテインメント性みたいなのは、さすがにね、今いつは自分出してやってんだよって思って、楽になってるから。KG が今こそ降り立つ理由、ヒップホップの境界線。90年代初頭にアメリカのヒップホップがどうだったかっていうと、やはり、ものすごく売りやすい
ップホップとかが売れたりとかしてて、ただそれに対して納得のいかないやつらもすごくいっぱいいて、どこまでがヒップホップでどこから先はただのラップなのかっていう境界線の話がすごいされたと思うんですよ。それでキングギドラが立ち上がって、それをこう、まあ、ヒップホップがそのちょっと歪んだ形で伝わってるんだったら元に戻したいなって思います。いいもの悪いものをちゃんと本当判断して聞いてもらった。だから、まあ、もうすぐ夏くらいにアルバム出るけど楽しみ待っててもらいたい。そうだ、新たな伝説、新たなライブ、新たな KG、 そして7月頃新たなアルバムがドロップ。シルバーはこれぐらい薄くてもチープにコーディネートできます。クラブシーンのお得なブランニュー情報をデリバリー。あのプシンがアナザサイドオブプシンともいえるラブアルバムを4月10日にリリースしました。アルバム名パクスグルーヴ、実はプシンの両親が大阪でやっているジャズ喫茶の名前から来ているそうです。あの異色ユニットが久々にお騒がせ。ピエル・マキューのマネーメリーゴーランドが4月12日にリリースされました。彼らの真意とは？これはあのー、じゃあつまりどういうアルバムなんですか？まあ、くるくる回るって感じだね。俺が使ったお金が最終的に何十年後かにまた俺のポケットに入るんですよね。つまりあのー、金は天下の回り物の20日ネズミのようにこうコロ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 同じとこを回されてるってことですか？お金はみんなのものだから名前を書いちゃいけませんし。ついに本業本格始動か？およそ2年ぶりとなるシングルを携え、ユーザロックがついに始動します。タイトルはヒップホップロワイヤル。これはユーさんが企画しプロデュースしたイベントのテーマソングとして誕生したそうです。世界は君のもの、そこの落書きをもラップをしてみよう。心のドア開いて披露しよう。俺は幼少の頃から生きるために。あの人気グループの金融詩人がアレステッドディベロップメントのスピーチがソロでの最新作ダンサースプロダクションズを引っ提げジャパンツアーを開催します。スピーチのソロ作は期待通りしっとり。About miracles, we are a miracle. We're all living a miracle here. これは今うちの一押しのチェーンとあとはヘッドなんですけど、ホワイトとか2本つけるとなんとかかっこよくなると思います。ライブという現場で叩き上げたタフなソロ。日本ではまだまだ希少なフィメールラッパーミス・マンデイ。ファーストソロアルバムクリーヤー、クリーヤーソウルという意味合いをタイトルに込めた。何人ものフィーチャリングゲストと渡り合ったアルバムについて聞きました。初めてのアルバムだったんですよ、作る制作が。だからね、まあ、コンセプトとかね、あんまりどうしたらいいもんか正直分かんなかったんだけど、あの一個一個ずつこの曲だったらあのどうしたらかっこよくできるかなって集中して作った。反応はいいですね、すごく。うん、あのアルバムかっこいいねって声がすごい聞きます。うん、まあでも応援してくれる人と何ていうの、聞いてくれる環境が増えたなって思う、すごく。でも自分の周りではあんまり変わってない。この歌には絶対欠かせない人が一人だけいます。エオ先輩、マイメン、エオマー。今回のアルバム収録曲の中で一番満足した出来という曲を聴いていただこう。フィーチャリングはうなぎ男こと、ヒルマンだ。見上げた空は確かな青さと飛行機雲からだ。おう、嘘じゃなかった。
君のことを思い出しながら愛せよ時もこういうしあれとエッジ悲しませなせこの決めた意志その下で顔が増えていくよ、yeah. この手で生きるせらに捧げよう森空は青空に変えるパワーそれこそが言わない生きる力、いつも仲間がいた、笑顔の素敵なあなたがいた、ライ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 、オンタイムで乗れてるか気を使うと語るミスマンデー、プロ意識が凝縮したアルバムはマストリッスン。Stopping, hopping like a rabbit. When I take the Nino Rush, you know I got to have it. I lay back in the cut, retain myself. Think about the shit and I think it well. How can I mix my grip? And how should I make that nigga straight slip?ラッパー界の裏カリスマ、ニューヨークにおいてのブッダブランドとしての活動、奇妙な言葉を愛好しノーマルな言葉にも独特なコラージュを施す、無能なラッパーを駆逐する噂のやらしい男ニック氏、彼のアルバムの成分分析は可能だろうか。他の人のいわゆるそのアルバムとかシングルに、で参加してる時はすごい楽しいんですけど、趣味の延長っぽいんですけど、自分のことになるとちょっと緑の5本指で塗り込めた言葉と音、流派ある独占保存版ニップスの原点回帰、ニップスのニューヨーク旅日記。彼は人生の大半をここニューヨークで過ごした。アルバム完成後、ブッダブランドの盟友デブラージと共にまたも渡米。実は帰国子女なんですけど、帰国子女なんですけど、向こうに住んでて、幼い時にリューハール、それでちょうどこっちにいた時に19、20歳とかでなんか遊んでて、東京でつまんないなとか思ってきちゃって、リューハール、俺とデブラージュが住んだスインさん、リューハール、ニックスが生活していた町クイーンズ、ここが彼の原点の中の原点なのか。僕の中では日本のそういうクラブでかかってる当てにならない DJ よりも確実なものを聴きたかったっていうのはあったかもしれない。とりあえず俺のペース、ああ。ニューヨークでリューハールと叫ぶラッパーたち、人とかかな、人とか、なんだろう。ニックスとデブラージが生活していたというレンガ色のビル、ちょっと不気味なセンチメンタルジャーニー。アルバムにも収められたこの未来ラップにはムロとデブラージも参加している。原点を通過したどり着いた現在をニックスはどう言う。とりあえずそうですね、なんだろうな、今回のその CD にもっと言えばいいんですかね、とりあえずリューハである効果、どうせ心にはいつもから風、あの時慌て忘れそうな僕ら、くじけそうな夜空、二つの満月はいくつもの夢を見た。新聞に気はした少年、それじゃ将来は当然ね、だから後がね、
で札束つかみ頂点へ新聞に言わした少年へそれじゃ将来は新聞に言わした少年へそれじゃ将来は当然ねだから後がね条件で札束つかみ頂点へ新聞に言わした少年へそれじゃ将来は